あなたと一緒にニュースを考える、飯田浩二の OK 工事アップ、コメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は数量政策学者、高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 まずは先ほどの北朝鮮の弾道ミサイル発射について、共同通信によりますと、韓国軍三合同参謀本部は今日、北朝鮮が東に向け弾道ミサイルを発射したと明らかにしました。また、日本政府は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。日本の e z z 排他的経済水域の外へ落下したとみられます。現時点で航空機や船舶の被害は確認されていないということです。日本、アメリカ、それに韓国の3カ国政府、 が詳しい分析を進めておりますアメリカのバイデン大統領が就任後初めての日韓訪問を昨日終えたばかりのタイミングでの発射となりました高橋さんこれね新型コロナも蔓延している中で打ってきました、うんうん、ワクチン打ってるくせに、うんまあ、ワクチンワクチン打たないくせにミセルが打ちますね本当に <laughs> とんでもない話で,ですよね。まあ、でもちょっと配慮したのはバイデンさんいるときにやらなかったっていうことだけでしょうね。ああ<ー>、本当、うん、はやりたかった、まあうん、本当はそうでしょうあの、だって燃料注入してから、あの、ある一定時間で決まってるわけですよからね。ううん、もうギリギリまで引き伸ばしてと。うん、そうでしょうね。でもそこはだからちょっと配慮したって、ね。ちょっと怖いんじゃないですか、やっぱりアメリカも。うん。アメリカの存在だったりとかっていうのがね。 えー、そして株と化成の値動きをお伝えしておきます。24日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べ48ドル38セント高い31,928ドル62セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は270.82ポイント下がって11,264.45でした。一方、円相場1ドル126円80銭付近で取引されております。 えー、ダウ平均は、ああまあ、主力のハイゼテック株等々が売られて、まあ午前中は結構下げたんですけれども、まあ下げすぎなんじゃないかっていうのが出たらしくてですね、えー、引けの間際に上げに転じたということであります。まあ円相場が円安にちょっと触れた、触れてきてるんですかね、126円台、うん。まあこれはまあ誤差の範囲でしょうね。まあ、誤差の範囲。<laughs> この回はね。はい まあ、ただね、大体百三130円近辺だってことは予想されてて、それよりかすごく円、円安にはなーんっていうのは予想はできてたんですけどね。うんうん、まあ、あの、そんなに難しい予想じゃないんだけど、こういうのって。うん、でも、うん、なんかね、このほんとちょっとの差っていうのはもうね、はい、業者って死活だから、もうい,<っ>い,いろんなこと言いますよ。<laughs> でも、も円高で大変なことになる、円安で大変なことになるとかね。か関係ないだけは、<laughs> ちょっとぐらいの話はね。で特に円安になった時に、はい、日本の GDP がど,どっちに触れるかっていう、それはプラスになる。 でね、日本には全然悪い話じゃないんですけどど、ね、まね、あ、特にね、あのメーカーなどなど、結構、最高益出してるような企業も出たりします,すだからあの一方でね、そういうこういうすごい収益になっちゃって、はい、結構大変なんで、だから GDP は増えるんですよ、だからその増える GDP を、ね、どのように、ね、あの分け与えるとかね、はい、そういう発想で考えたら、いろんな対策が簡単なんですけどね。さあ、そんな中で、えー、経済対策について、こちらのニュースです。 物価高騰緊急対策の補正予算案27日衆議院通過で合意。 物価高騰の緊急対策を実行するため、一般会計の総額で2兆7000億円余りの今年度の補正予算案は、今日、衆参両院の本会議で審議入りします。昨日、その後の審議日程をめぐって衆議院の予算委員会与野党の筆頭理事が会談をし、明日26日と27日の2日間、岸田総理と全ての閣僚が出席し、質疑を行った上で、27日に採決を行うことで合意しました。 で参議院には来週わたって3三3 1でとおういうことのようであります。うん、えと、おういうことでですね、この補正予算案、物価高等緊急対策なんて言ってますけれども、うん、中身は2兆なんですけど <laughs> この、えー、っと、まず、そのセオリーが多分ね、分かっててやってるんだと思いますけどね。分かっててやってる。えっとね、あの、うんうん、現、ちょっとね、 セールに述べるとね今の現状を考えると4月の物価、どうなってるかというと、総合で2.5上がって、除く生鮮食品で2.1%上がって、はい、ここはだからちょっとインフレ、みんな言いたくなるんだけど、<ー>それで除くエネルギーと除く生鮮食品、これをコアコアシスって言うんですけどね、<ー>これが物価の基調なんですよ。はい、それを見ると0.8。 全然上がってないんですよ。あの、だから、はっきり言って、あの、だ、まあ、大したことないっていうかね、うんうん、全然インフレにならないんですよ。だから、はい、あの、アメリカとかヨーロッパなんかのこの、このね、覗くエネルギーと覗く食品のところが、はい。まあ、実は6%とかもう以上、6、7、8とか、そんな感じの数字になってるんですよ。すよね、アメリカ、ねね、だからね、そのくらいにならないと本当にインフレじゃなくてね、どうしてそういうふうに日本だけ、こういうふうに、あの、違うのかっていうと、結構簡単でね、はい、あの、GDP ギャップっていう言葉があるんですけどね、<ー>総供給と総需要の差。 うん、これが日本はまだ30兆円程度ぐらいは空いてるんですよね。で、他のヨーロッパとかアメリカはほこれほとんどないです。だから物価が上がるんです。だから逆に言うと GDP ギャップあるから日本はこのコアコアシみたいな物価が上がらない。で、この時の対策ってもう整理簡単でね、はい、GDP ギャップをまず埋めるんですよ。GDP ギャップを埋め,る埋める。埋めると実は物価が上がる。物価上がるけれど、それを対策でやるから上がった物価の多くの部分は、実はその経済対策の によって吸収できるってそういうのがセオリーなんですよ、うんそれをしてないさてここで、はい、1、えー、一つ、速報が入ってきました北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが再度発射されたということであります政府関係者によると2発目とみられるということで、えー、あります。 えー、二発目の弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと新たに発表されております。えー、ということで、まあちょっとね、これ、情報また入りしてお伝えしますけれども、まあ,あるいはその多弾頭なのかどうなのかというところも含めて、うん、まあこれね、ちょっと情報がいろいろ見ら乱れるかもしれません。で,ね、でもよく撃ちますね。うーん うん、もうすでにあのロフテッド軌道というね、大き、ええ、高く高く打ち上げてっていうので、えええー、それをこうあの45度で、ええ、最高距離で打ち上げたと仮定をすると、うんまあ、アメリカの東海岸も飛び越えるぐらいの能力があるということで、うんまあ、この先はだから、弾頭をいっぱい積んで重いものを飛ばせるかどうかの試験になるんじゃないかと言われてきましたけど、ねね、まあ,あとあの、核実験もすぐでしょうね。うん 当然ね。うん、ミサイルだけじゃしょうがないから。うん,うん。だから核実験も近々すると思いますよね。弾頭を小型化する、ね。そうそう。それで、時日本がどのように、だから今回の日米首脳会談で核の傘の話、あの、はっきり言いましたよね。はい。えっと、拡大抑止という言い方をするんだけど、えー、拡大抑止っていうのは核の傘の意味なんですけどね。うん、それで拡大抑止っていうのは日米首脳会談で入るってことはあんまりな、今までなあんまりなかったですけどね。えー、そういう意味では、あの、こういうような核の時代になってきたということでしょうね。うだから来年のサミット、広島でやるって だけど核の話、本当に本格的に議論しないとダメだってことですよもちろん、長期的な、ね、核廃絶はあるけれども、<laughs> あどまあ一方で、核の抑止というのは、っ核を平気でなんて威嚇に使ってますよねうん、えー。北朝鮮が弾道ミサイル2発目を撃ったというようなことが出ております、うん、まあ続報入り次第お伝えしてまいりますが、政府関係者によると、2発目と見られるということで、えー、あります。 ええまあ、おそらく、 主張している様子というものが、うん、まあ、レーダーなどで、うんえー、特にまあ韓国が一番近いですけれども、うん、キャッチをされたということで、だから多ントというよりは、もう本当に二発目が出たんじゃないかというようなところですが、うん、そこで、えー、先ほどおし、指示をまたぐ直前、はいえー、核抑止、特に拡大抑止という話が出てまいりました。この核の恫喝というものに対してどう対処していくかというところですね。そうですねあの まあ、NPT って核不拡散っていう考えがあったんだけど、これは5大国。うんまあ アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国は、うん、まあ、お何をしないと。はい、威嚇しないと。で、他の国は、じゃあそれを廃棄しろって、そういう流れだったんですよね。で、それに、あの、まあ抵抗したのがインドとか、まあバングランディシュなんだけど、はい、まあそれでも、結果的には北朝鮮もそこに抵抗したわけなんだけど、抵抗した方が実は、あのあ、安泰だっていう話になっちゃったんですよね。うそうすると、これはやっぱり、あの、どういう,う,いうふうに、やっぱり抑え込むかって話にしかならないですよね。はい。そうすると日本はやっぱり、 あの、核、アレルギーあるんですけどね。アレルギーあるからこそ、うん、でもあれですよね。あの、一応核の、自分で持たないにしてもね、あの、要するに、これはアメリカがあの核の傘ってんで、守ってくれるっていうのは重要ですよね。うん、そうじゃないと、でもアメリカもあれですよね、自,分自国やられてまでも守らないんで、飽き、はい、れば。だから、北朝鮮はそれを知ってるから、うん、アメリカに届くやつを実は狙ってて、開発して、もうかなり、あの、まあ、一歩手前回、もうすでにできてるかもしれませんけどね、そういうレベルですよね。うん、そうなった時、うん アメリカはどううするのかい今までるですよね、アメリカはどんなに国でも自分の国に届くような核を持っている国はやっつけない、やら核を持たないといやアメリカはやっつけるそういうことになってましたからね、うん、でやられた国も何個もあるわけですよね、リビアとかね。はい、だからそういうふうに、みんな知ってて、北朝鮮がやってて、それで日本の周りには北朝鮮と中国とロシアって言って、これあの、相手が民主国じゃないと戦争の確率って高まるんですけどね。はい、民非民主国で 確保有好国が三つまるってすごいところですよ。でここであのアメリカが本格的にえっ、ー、と出てこないってことを想定しないとね、えーえー、日本はね。えー 守らないですね。自分たちの国を自分たちで守るということはそう。まず、まず自分たちで守る。だから貿易の話を今回、あでしょ、日米首脳会談でも岸田さんがちょっと言って。はい。でも、あの、お得意の倍増と言えばよかったのに、倍増とは言わなかったからね。そうですね。そこまで言わなかった。なんかそこまで言わない。それは公明党俳優してるんでしょうけどね。あの時にもう倍増と言っちゃったよとかね。言えばよかったね、と思いましたけどね。国際公約じゃないですか。もう、もう、その場でしょうがないだろうとかね。後でね。うん。それがないと倍増がないと、ちょっとやっぱり日本は、 まあ、あの世界標準の防衛費支出してないということだから、アメリカが見ると、自分でやらないんだからっていうので、助けない口実にもなっちゃうんですよ、うん、これね、今あ、ウクライナに対して、うん、まあ核保有国で、まあ、しかもね、えー、国連の安保理常任理事国のロシアが侵略をしているということに対して、ねうん、だからこれが、ねえー、むしろ西側がロシアの核によって抑止されてるんじゃないかというような指摘がありますし、うん、これを北朝鮮は当然だから見てるわけですよね。当然ですよね だからもう必死に加速して、自分の国が潰されないようにということでやってるわけですよね。うんでも、よく考えると、アメリカに届くってことは、日本には何発も来るんですよねもうすでにね、日本を飛び越えてっていうようなことは、もう20年も前から。前、はいうん、からやってるし、それでたくさん、今回でもわかるように、たくさん持ってるんでしょう、ミサイルを。うんうん、それが、うん、ねあの、一気にたくさん来たら。 っていうことまで考えないと、日本の安全は保てないですよね。まあ考えるだけですよ、はっきり言えば考え。考えるのは重要なんですけどね、これはね。うん何十発も来たらどうするんですかと。うーんうん だからこそ、それに対して、えー、反撃と、こういうものをとやらなきゃな、ね、らない。強烈な反撃は、あの、アメリカが一発、あのね、あの、核をね、はい、いるっていうのは強烈な反撃ですけど、でもアメリカはそこまではまずしない、最終しないでね。自国が危険にさらされてまでもね。当然日本が迎撃するんでしょうそういう話になりますよね。迎撃し終わったとどうするのかということで、そうすると、まあ,あ、ですよね、強烈な反撃力があればね、はい、向こうは思いとどまるでしょうね。うんうん、あ日本がたくさんやった てくるのかって言ってね、たくさん持ってるんだかって分かったら、思いとどまるでしょうけどね、でも、思いとどまらせる手段を持っちゃいけないっていうふうなのが、日本の風土の中にちょっとありますよね、いまだに。極端に言でも長距離ミサイルの話すると、すぐ言いますよね、長距離ミサイルがないと、あの反撃力ないんですけどねうん、まあ、それはねあの、核を保有する云々とはまた別に、別にうん、通常兵力であっても。そう うん、通常兵力でも強烈なのでね、あの強力な反撃力がないと、抑止力にはならならいですね、うんうんえー、ニュース7時またぎ、そこ、はい、が入ってまいりました、北朝鮮2発目の弾道ミサイル発射かと、うん、こういうニュースも入ってきましたんで、そのあたりについてもおはようニュースネットワーク まずは北朝鮮の弾道ミサイル発射というニュースをお伝えします、うん、韓国の合同参謀本部は25日北朝鮮が東に向け弾道ミサイルを発射したことを明らかにしました日本政府も弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたとし一発目はすでに落下したと見られておりますその後ですね、二発目のミサイルが発射されたという発表がありこれも一部報道ではすでに日本の EZ の 外に落下をしたということも言われております。岸田総理大臣は今日北朝鮮からの弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたことを受けまして、私から情報収集、船舶などの安全確認を指示した。詳細は確認中だと述べたということです。官邸で記者団の取材に答えております。北朝鮮のこのミサイル発射について、情報収集分析に全力を挙げ、国民に対し迅速で比較な情報提供を行うこと。 航空機、船舶等の安全確認を徹底すること、不測の事態に備え万全の態勢を取ること以上の3点について総理から指示があったということであります。1発目のミサイルが発射されたと、一報があった直後6時5分にこの指示が出たということであります。情報入り次第続報が入り次第お伝えしてまいります。うん、では、この時間取り上げるニュースはこちらです。 クワッド首脳会合共同声明で中国を念頭、威圧的行動に強く反対。日本、アメリカ、オーストラリア、インド4カ国の枠組みクワッドの首脳会合が昨日総理官邸で開かれ、共同声明が発表されました。 中国を念頭に現状を変更し、地域の緊張を高める、あらゆる威圧的な、威圧的で一方的な行動に強く反対。えまた、4カ国の首脳が、包括的で強靭な、自由で開かれたインド太平洋への揺るがない関与を新たにすると表明しております。えでは、まずは、クアッドの首脳会合後、議長国として記者会見をしました、岸田総理大臣の声です。えー、インフラ分野では、 インド太平洋地域において、今後5年間で500億ドル以上のさらなる支援、投資を目指していくことを発表いたしました、また、債務問題に直面する諸国の能力強化に取り組むことで一致をいたしました。 ええと、お、いうことでね。まあ、あの、この、お、投資だとか、うん、ま、資金の協力という面、えー、これ、今日ね、読売新聞が一面トップで書いていたりもしますが、はいはい、ま、インフラ支援というところも一つ、ポイントになると、まあ、朝日の一面ですね、うん、え、書いてますけれどもね、まあ、お金だけでなくといろんな形での支援だとか枠組みっていうのがありますか そうですねあの、でもそもそもこれあの、安全保障の枠組みなんですけどね、だからその安全保障の枠組みをスタートしにくいから他のでやったって私なんか見ますけどね。うんうん、だからこれはあの ねえ、あの、残念なことに、その、なんか、中国法移問なんですけどね。はい、中国の話も、あの、指しっていうかね、明示できなかったし、ロシアの話も、まあ、これインドがいるからなんですけどね、なかなかできなかったんで、うん、そうすると、こういうふうに、まあ、インフラっていう形の、ちょっとちょ、ちょっと変化球っていうかね、うん、安全保障とちょっと違う側面、もうもちろん、あの、この一帯一路に対抗するっていう意味ではね、はい、あの、意味あるんですけどね、うん、でその安全保障の話もの中心じゃなくてっていうことからスタート、とりあえずできることからやって、イン、まあ、インドと とにかく仲間に入れなきゃいけないですからね。なるほど。えー、それはが優先したんじゃないですかね。うん。さあ、あこのねニュースに関しまして、えー、中国の反応などなどについて評論家関平さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。関平さんおはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。ますさあ、まず共同声明。さらにはまあ中国、うん、結構いろいろ反応してますけれども、このあたりどうご覧になりますか。 まあそうですね。まあ共同声明自身自体が私はまあ、まあ、おおむね評価できるんですけど、しかしやっぱりね、さっき高橋先生もおっしゃったようにね、うんうん、中国をなかして、それ中国の問題をなかして出すことを避けていくことと、<laughs> えそれが問題の一つであって、やっぱりもう一つで、ね、こワッとここまで来たら、もう数年たち経ったんでしょう。あの、<え>この枠国民ができて、ええ、きもうそろそろね、具体的なそういう安全保障の枠組国民にに、ね、要に、 n a t トみたいな、そういうものにあの進まないと、あくまでも、まあ、形的なものって終わるおそれもあことと、はい、いやしかしその一方、中国はね、あのこの一年の、まあ、バイデン大統領が日本に来てからの一年の動き、台湾問題とかいろんなことに関しては、おそらくこのクアッドに対して一番あの神経を。あのおー あの使ってますわねやっぱりクワットという枠組み将来が納豆的な軍事同盟になることをうん彼たち一番恐れてますわね例えば昨日のバイデン大統領の台湾問題に 対する発言に関しては中国が、それほど激しくか、はい、反応しなかったけども、でも昨日、あの先日の,あの,あの23日のね、しかし昨日の24日の,あのクワッドに対して、はい、あのロシアと、ね、あの共同飛行ね、核兵器をやったり、あるいは日本に対して、あの日本大使館に対して抗議をね、もし もしか意味を申し入れたりするとかね、結構過剰に反応していることが、むしろ中国が非常にあのクワットという枠組みの発展懸こ、ね、これから。 はい。圧的な軍事連携に発展していくことは非常に恐れてるんじゃないかな、という感じです。えー、スタジオ高橋洋一さんもいらっしゃいます。はい。あ、関さん、こんにちは。お,おお、あの、おもだしてます。どうも、どうも。<laughs> すみません。国境電波で <laughs>。<laughs> いえいえいえ。あの、やっぱり、あの、中国がすごく、あの、こうって意識してるっていうのは、そうだと思うんですよね。うん、あの。うん うん、あの3、4、5っていうのがあって、3がオーカスで、4がクワッドで、はい、5がファイブ・アイズなんですけどね、うん、ここでやると日本だけが入ってるんですよね、だからアジアの中でね、そうすると、うん、やっぱりですかこ、これ、中国にとって脅威なんですかいや、あの今、中国は、まあ、昔は結構、ま、日本をねあの、まあ、上目線で見下ろしてたんですけども。うんはい 今、気がついたら安倍政権以内、むしろ日本は中国、富士米の中心になってること、やっと気がついたんですわやっぱりこれ、<laughs> 自由で開かれたインド太平洋とか、旗を掲げてっていうところを、まあ、安倍政権以来やりだしたってところに、むむっときてますか。そそうううですよねい 当時、安倍首以前の安倍首相がこの構想を出したときでは中国は全然気にしてなかったんですよまさか、その、和服組が目の前に出来上がってしまうということが、まあ、彼たちにとても大いなる誤算であって、あるいは逆にね、はい、あの、習近平政権のこの数年間、あまりにも、あの、そういう強、難暴なそういう戦争外交とか、あの、覇権主義戦略を進めたことの結果、えー まあ逆にね、そういうクワッドという枠組みが出来上がったということを、うん、そこは彼たちは気がついてないんですわな。お<ー>要するに習近平は自分たちはやりすぎたから、はい、クワッドが。うん、そもそも昔オーストラリアもインドも中国とそんな関係が悪くなかったでしょ。はい。中国は自分たちからインドも敵に回して、オーストラリアも敵に回して、うん、まあむしろクワッド出来上がった一分の功労者があ習近平じゃないかな <laughs> と思うんですけどね。 これ、オーストラリア、政権変わりましたよね、労働党になっても、うん、でもやっぱり中国に対しての反応っていうのは変わらないですかいや,いや、そこは私、オーストラリアの国連知事はそんなによくわからないですけど、でも、新しい首相が就任してからすぐクアットに参加してきて、えー、しかも、あの克国共産ね。はい 早速あの、オーストラリアの新しい首相にあのあの祝典を送ったんですけど、てましたね、今のなんの反応もあの示してないですよ。 オーストラリアの関係は結構困難であるということ、ええ、あるいは中国のオーストラリアに対する制裁関税を、ね、厳しく批判しているということが、やっぱり政権が変わっても、やっぱりオーストラリアうん、うん、国民の全体の中国に対する認識が結構変わったんじゃなないですかねなるほど、うん、でそんな中で、中国、王毅国民権外相がソロモン諸島などを訪問すると、この南洋の国々に対して、いろいろ手を出してますね、中国は。 そうですよね、もうあのこれでオーストラリアも中国から離れて、はい、クアットもできて、オーカスもできて、それに対抗するために中国、まあ、そういう枠組みを作らなければならないし,かし、ついてくる国が少ないから、結局ね、要するに中国の経済援助なしでもやっていけないというね、あ<ー>あのそういう国々をなんとか束ねて何か対抗する。た,ただし、うん、そこが一番危険なのはは要するにスロンで中国は 今、ゴンジ基地作ることは企んでるでしょはい。そ,ね、それがかなり南白街を緊張を高め、高めることになって。 ここ甘く見てはいけないということです、ね、そ,うそうそうそう。あの、ある意見は、だけ甘く見てはいけないんですわな。なるほど。うん,うん。わかりました。関平さん、朝からどうもありがとうございました。いどうもどうも。<え>はい、またいろいろ教えてください。はい、どうもどうもありがとうございました。の反応とうございました。 に計3発の弾道ミサイルを発射したと明らかにしましたこのコーナーは冒頭で2発目の発射そして EZ 落下というところを EZ の外に落下をしたということをお伝えしましたがその後3発目の発射というものも韓国軍の合同参謀本部が明らかにしておりますなお2発目に関しては日本の排他的経済水域 EZ の外に落下したということでありますおはようニュースネットワークでした、えー、続いて教えてニュースキーワードです マイナ保険証報酬加算見直しへ政府は昨日マイナンバーカードを健康保険証として利用できるマイナ保険証に対応する医療機関の受診で患者の窓口負担が増える仕組みを見直す方向で検討に入りましたマイナ保険証に対応できる医療機関を増やすためこの春の診療報酬改定で加算措置をスタートしましたが患者の自己負担が増えるため国会で批判が高まっていました まあ国会でというかですね <laughs> <laughs> なんでマイナンバーカード作って保険証作った方が金かかんだよってまあ普通に思いますよそ,うそう僕にね <laughs> う<ー>あまああれですよねこれでも 病院行ったらわかるんでしょう。わかるんですけどね。はい、この、まあ、カードを読み込む機会って基本的にないからね。えー、そこが、まあ、あの診療機関がすごく遅れてるんですけどね。だから大体、私はほとんどもうキャッシュレスなんですけどね。はい。病院だけが、うん、えいつも現金持たなきゃいけないんですよ。ああ<ー>。が <laughs>、うん、一番大変めんどくさいっていうかね。まあ、そういうは、っきり言ってそういう機会がすごく遅れてる分野ですよね。よくよく考えてみたてら、あの病院ごとに全部診療カードがあるでしょ。はい。 あの、診察券、ね、診察券が。あ,はい、あれも大変ですね。聞いて私、ああいうのも、何でかな、このマイナンバー。 まカードでね、全部代用してくれればよろしいのに。だってあれ、わざわざいろんな診察券持ってて、それでさらにね、行くとね、保険証見せてくださいってやるでしょそうですね。とまた保険証の中に出いなきゃいけない。全部が個だったら楽ですからね。いやー、財布が太る太るっていうね。お金は入ってないカードで太る。あ若い方はね、あんまりたくさん病院行かないんでしょうけど、私なんか診察券たくさんありますよ。あー、まあね、そうですね。診療科ごとにね。だって全部違いますからね。うん、なんか大変ですね。だから、本当はそういうのって、あのね、 デジタル庁を作ったんだから、はい、そういうところで一元的にやってくれて、ね、それデジタル庁で予算をとっ,ってくれれば終わるんじゃないかなと思いましたけどね。これ、デジタル庁は相当衝撃だったみたいで、<laughs> まあいろんな、ねうん、あの雑誌なんかでもこう書かれたりなんかもしますが、診療報酬の話っていうのは、まあ、厚労省の所管だと。 で本来はその辺横串通すのがこのデジタル庁の役割で、でだからこそ韓国権まで与えたわけですが、うん、だから、予算のところだけ、デジタル庁で予算取れると、はい、デジタルだから予算取り,取りやすいはずですよと、私なんか思っちゃいましたけどね、デジタル庁で予算取ればお終わりじゃないかと、なんかね、むしろこう、デジタル庁からどんどん若い人たちとか、能力のある人が辞めてるみたいな報道もされてますが、だからいいいい、一生懸命やってもね、そういうところのこういうところでね、はい、今週のところ とか、そういうのは厚労省がやって、それで勝手にやっちゃうわけでしょ<ー>あの、その、それで負担で、初信二十一円、最新十二円とか、調剤で給円とか、負担を、平気でやるわけでしょそうすると、うんうん、このデジタルが悪い方に言われちゃうじゃないですか。逆に。言ああ。悪者扱いされちゃう,とう。そう,そう,そうだ、そうするとね、やってらんないくなっちゃうんじゃょう。これね。うん、だから、こういうのって、予算をね、デジタル中できちんと取って、はい、そこで全部処理すれば終わるっていうことだと思う。それは、マイナンバーカードを、その、保険証で使うときっていう、決めるときに、それを全部やればね。 簡単ですよね。結局そうなんでしょうでもそれでもね、最後ね、まず行動者が自分たちのところで予算を処理すると思いますよ。ああ<ー>。うん、これ、あの、それこそね、デジタルと補足、補足の時などに、うん、もうこの、あの、いろんな、 ねこれをこう作ったそれこそ議員の方々だとかに話聞いても、うん、マイナンバーカードっていうのはまあある意味の肝になってて、うん、ここを確認していろんなことができるよっていうまああのソサエティ5.0やるんだみたいなことを言ってたわけですが、はい、やっぱそこの政治の投資みたいなものが弱くなってるっていうのはありますかありますね、うん、あのまあそもそもこういうのってあれですよねリーダーシップ取んなきゃいけなくてデジタル大臣っていうのはちょっとね最近影薄いですよね<ー>何言ってるかわかんないしそれであのいろんな省庁からたくさん さんでしょ役人がたくさんいて、そうすると一個のプロジェクトを上げるときに、全部の省庁に話聞かせろって、みんな執行者が言うわけじゃない、話進まないですよね、だからこんなのも最い位だもんなんだけど、だから作るときに予算も全部取っておけば、全然取ったことない話なんですよ、こうういのってデジタル大臣は今、マキシマカレン大臣がやってらっしゃる、最近出てこないし、結構分からないですね。事務方トップのデジタル官も、石川洋子さんがお辞めになって、内部昇学という形ですから。 だから今これ,これもまた味噌つけちゃったしね、ええ、あのだから何でもそうなんですけどね、予算をきちんと取れば、いろんな話は解決しますよ。うーんうん いやそこのところが、これ、成り物入りでね、デジタル庁もできただけに、うん、ここで、こう、つまずいてっていうことになって、ね、で、この、ね、省庁の働きが変わらないままっていうことになるのは、なんか、これで大丈夫なのかなと思ったりします、ね、まあ、あの、今回ね、参議院選挙あったから、はい、この負担の話が明確に外に出て、出たんですけどね。うん、でもで、できれば、こんなの先にね、予算措置するんでしょうからね。えー、そ簡単にできちゃうでしょう。金額対象話じゃないですけどね。う <laughs> うん、まあ本来はだからこの保険証の話からその先、じゃあ,あカルテをどうするとかね、電子カルテかとかも、うん、今メーカーによって違って互換性がないなんていう問題をどうするとか、いろいろこの先ってものが未来が語られてたはずなんですけれども。うん、の今のカ,カードでね、マ、はい、イナンバーカードで、とりあえずあの各診察ができるようにするとかね、うん、診察券の代わりになるとかね、こ、うん、れからできるはずなんだけど。これだから 免許とかもね、もねマイナンバーでやるとかいろいろ言ってますけれども、えー。各省がそれぞれまた言ってね、横,ぐ横割りにならないで縦割りの平害が出てきちゃうといけないなという感じですね。これを機会にしてね、あ横割り、縦割りをやめてほしいですねうん。それには政治の責任とも伴うはずだと。はい。はい えー、北朝鮮のミサイル発射についてのまとめでありますが、韓国軍の合同参謀本部は今日北朝鮮が首都平壌のスナン付近から日本海へ向けて、断続的に合わせて3発の弾道ミサイルを発射したと明らかにしました。 また日本政府も北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しております。このうち2発は日本の EEZ 排他的経済水域の外へ落下したとみられます。3発目に関してもね、一部報道ではすでに落下したというようなことも出ておりますが、まあこれは情報入り次第またお伝えしてまいります。 今のところ航空機や船舶の被害は確認されていないということであります。また岸田総理大臣は今日総理官邸で、私から情報の収集、船舶などの安全確認を指示した。詳細は確認中だと記者団の取材に答えております。まあ、バイデン大統領の歴訪後初めて、まあ、昨日終えたばかりのタイミングでの発射となり、日本、アメリカ、韓国、3カ国の政府が詳しい分析を進めているということであります。 3、まあ、発、でこれ、えー、韓国軍のねこの合同参謀本部によれば、6時ちょうど6時37分、6時42分と、3、えー、発が発射されたということのようですねタイミング的にはね、ちょうど日米、クワッて終わった後、はい、であのあれですね、クワッとやっているえっに、うん、と中ロの。 が、あれで爆撃機が。そうですね。日本の周りを。それには、それには合わせてんのかなって。ね。ちょっとそんな感じはしますけどね。そうすると、中露さらに北。北は多分ね、あの、自分をいじ、いじにっていう、そんな感じだと思うんですよね。うん。だか明示的な連携ではない。明示的な連携じゃなくても、でも、この中露と北が。結構同じような反応を示しているってことが、やっぱりね、日本の安全保障に対する一つのね、メッセージな気がしますけどね。うん。本当にもう、好む好まざるとに。 変わらずもう3正面で考えていかざるを得ないのかというとそうですよね、あの昔はだから、2正面難しいとか言ってたんで、これ、相手の話ですからね、はい、相手がそれでにに、日本が2正,正面難しいなんて言えば、正面ででるんでしょうその辺もね、えー、考えながら、じゃあ、防衛費をどうするんだと、うん、まあ今のこの5兆円余り、ね、GDP 比1%ちょっとというようなことでいいのかと。 世界の標準はね、まあ、せめて2ですよね。うパーセントね。倍増ですよね。あもう、岸田さんは、そのと倍増と言ってもらいたかったですね、今回ね。日米首脳会談でね。得意でしょと倍増はとかいうね。思わず私なんか思いましたけどね。所得に関しては倍増と言ってますから。よく言うじゃないですか、この金融、あか資産所得倍増って、あの、イギリスでも言ったし。言いましたね。倍増得意でしょって思うんだけど、今回言わなかった。うーん。ちょっと。 えではあ、続いてのコーナーですが、ここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを、スクープアップ !2021 年度の毎月勤労統計調査3年ぶりプラス。 厚生労働省が昨日発表した2021年度の毎月勤労統計調査によりますと、基本給や残業代などを合わせた労働者一人当たりの現金給与総額、名目賃金は、月平均で前の年度と比べて0.7%増、32万飛び604円で3年ぶりのプラスとなりました。コロナの影響で経済活動が大きく制限された2020年度からの反動で残業代が大幅に増えましたが、コロナ前の水準には戻っておりません。 という数字が出てきましたあのこの実質賃金っていうのがよく出て、0.5%増。 っていうことですよね、はい、でその時にあのまに、あ、アベノミクスでさあの、名目賃金も上がったし、上がったんですけどね、あと雇用もすごく伸びたんだけど、実賃金が上がんなかったんですよね。でそれはあの、要は、雇用をあんまり増やしすぎると、実はものすごく給料に低い人がたくさん来る。はい、もう前に、ちょっと前まで失業してるから、所得ゼロの人が来るわけでね、うん、入ってくる。入ってくると、実は平均値がちょっと下がるっていう話だったんですけどね。はい、今回の話ねあの、ちょっとまだ私もこの細かく分析してないから、ちょっと断定的には言いにくいんですけど、 けれど、<laughs> あのちょっと。 と、なんか失業が増えたんですよね。ということはどういうことかっていうと、今まで給料取った人がいなくなる。で、<ー>そういう時に失業の時には一番低い人から実は辞めさせるのは普通なんですよ。はい。そうすると、平均値はちょっと高くなる可能性はちょっとある。で、それをまあ、あの残業代とかそういうのが増えてるって話もありますけどね。それはあれですよね。ある意味で、あの、ちょっと基本給の人で平均値の低い人を落とすのと、それであと前、残ってる人にちょっと残業させると、はい。増える可能性があると。 い思だからそういう意味ではあの、これが全部いい方向の数字なのか、えー、雇用者数がちょっと減ったから、えー、その結果として、給料がちょっと増えたのかな、その可能性もあるんでね、これが本当にいい方向なのかどうかって、ちょっと見,見ないとよくわかんないなっていうのが、まず数字の分析も必要だし、そしてまあ雇用ってものは、あのこれ、遅れてくる数字だっていうと、ね、高橋さん、何度もおっしゃってまたちょっとひょっとした ただ、さ,さらにあの給料多額なるかもしれないけど、はい、でも見るところは実は賃金じゃないんですよ、雇用なんですよ、<ー>雇用がどんなに確保されてるか先なんですよで、雇用が全部確保されていて、それでさらにあの人手不足になると賃金がだんだん上がってくるんでね、うそういう意味では雇用、賃金、給料の話だけで右往左往するよりかはするとともに雇用の話を実は見なきゃいけなくて、どちらかというと雇用量の,の話を先に見るんです、<ー>うん、それうがうポイントですで、そこは見ないでね、賃金の話だけすると、ちょっとね、もう間違っちゃうんですよ。ま、これ,、まあこれ コロナ禍においても、雇用調整、助成金などがあるということで、失業率は3%いかずに行かない、うん、これは世界の中ですんごい上がらなかった方ですね、だからこれはもう政策の意図通りなんですよ、ええ、であとポイントなのは、やっぱりあのちょっと景気よくしてね、さっきの GDP ギャップみたいなのを縮めないと、後でやっぱり失業増えちゃうんですよね、だからそういう意味では補正予算が2.7兆円は一桁違います。こここれれ今ね、えー、雇用調整助成金等々で持ってるところがじゃあこれ政策を転換した時 とないすそにるだ,んすよだから GDP ギャップさえあればね、はい、そうすれば、いろんなあの原材料価格とエネルギー価格も転嫁できるし、需要もそこそこ出るんでね、うそうするとあんまり失業は増えないんですよ、はい、だからその GDP ギャップ早く埋めなきゃいけないんだけど、今回、埋めてませんね。うーん まあ、そのあたりをね、本当まあ、補正予算2.7兆円という数字。う2.7と、私27と、もう本当に見間違えたくらいですよ。うん、お、27よくやったな。いや、点が入ってるって感じだった。入ってる。なんだこれやと。 えー、ということで、ここだけニューススクープアップでありました。このコーナー含めまして、えー、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。えー、そして番組から訂正でがございます、えー。昨日火曜日5月24日の放送の中で、太陽光パネルに関しまして、えー、10年経つと太陽年数で廃棄しなければならないという発言がありました、えー。番組で調べたところ、太陽年数によって10年で廃棄しなければならないという事実はありませんでした。 えお詫びして訂正をいたします。